はい、どうも、システマ東京の北川です。モンスター TV の小賀です。モンスター TV のヤジです。ちょっと緊急で動画撮っています。はい、ビーバー所属になったんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。モンスター TV のリニューアルということで、はい、YouTube チャンネルやるわけですね。ありがとうございます。テンションどうしたの？ちょっと足を吸ってしまいました。すいません。キックボクシングやってた。足に疲労が溜まってるくらいです。すいません。はい、ちょっとね、気をつけてもらいたいことがあって。はい、小賀さんに。例のだってほら、もともともウィーバーでタクちゃんいるわけじゃないですか。はいはい。で、タクちゃんといえば、もともとボクシングとかもできるし、はい、で、今はどっちかっていうと、武術よりじゃないですか。武術的な、そのリアルアクションと、じゃないですか。で、コカミッキーが入ったら、でも、まあ、そもそもボクシングプロ並みだし、キックもできるし、格闘技できるし、かなり格闘技方向のリアルアクションも、かなり強化されちゃうんじゃないですか。ね、みんな練習できるから。みんなはさらに強くなる。もう今、あれですよ、芦田くんとか、他のお弟子さんっていうか、いや、もう教えてますね、大工。芦田くんが、結構、なんか先生の目が、先生の目が嫌ってなかった。それもだって、ね、トレーナーとしてもかなり活躍してるわけだから、そうですね、トレーナーとしての方が、多分、ですね。で、弘中国吉さんを育ててるわけですよね。あ、まあ、そうですね、デビュー当時。うん、はい、新人王になるぐらいまでは。じゃあこの黎明期のところがっつり育ちたっていうのは、トレーナーとしての普通の格闘技のトレーナーとしての実績がすごい人がビーバーに入ってしまう。ただだからアクション俳優が一人加わるだけじゃないんですよね。ああ、そういう感じがくるんじゃないですか。やっぱね、目の付け方がちょっと違いますし、そうするとほら、タクちゃんのレッサーたちがさらにタクちゃんと別方向から格闘技を学ぶっていうこともできるわけだから、なるほど。そうするとゲームの幅が広がっちゃったりとかして、広がっちゃったりして、ただの1対1、1対1だではね、掛け算が生まれてしまうわけじゃないですか。あ、でも確かに、芦田君とかもそうなんですけど、僕結構基本を大事に、で、タクちゃんは結構、言うことがもうすごいいいこと言ってるんですけど、ここがストーリー抜けて、結構そのなんだろう、神の一声みたいなこと言ってます。高い視点からの言葉に言って、はいはいはい、でもめちゃくちゃいいこと言ってるんですよ。ただそこがやっぱりなかなか理解するので、ここの抜けた部分を理解するので難しくて、あれなのかな、俺わかんないけど、天才の人がよくほら長嶋茂雄監督とかが言ってることが全然わからないけどすごいこと言ってるっていう、ああ、かも、まあ、天才的なんだね。でも結構理にかなとか言ってる。そうなんだ。ただ基本の部分抜けてる人には多分ちんぷんかんぷんらしくて、芦田君に基本からがっつり今教えてるんですけど、いや、古賀さんの基本を教わってから、たくさんが言ってる意味が、よく分かるようになってきましたって言ってもらって、それが僕はもう嬉しいですね。じゃあ、このたくちゃんとそのみんなの間をつなぐっていう役割もそこになれたら嬉しいですよね。あ、はい、もう僕はもう基礎練ばっかりなんで。地味練ばっかりなので。それがあれですか、古賀流観察術です。ああ、そうですよね。はい、じゃないですか。結構地味な。結構地味な。観察術、殺の方は格闘技的な、武術的なっていうことで考えていいですかね。そうですね、割と。はい、はい。で、新しいパンチが、もうこの公開になった時には、あ、そうか、これまだか。まだです。もうこれすぐに。すぐですもんね。多分次の回ぐらいからちょっと新しいお前流観察術のパンチも、東郷先生と雨宮先生とタクちゃんに命名していただき、はい、そうなんです。それも、皆さんに受けていただき、受けていただき、受けて、まあ見とるんですよ。よかった、手見とる。危ねえ、びっくりした。
ラジーにだけボディーにとかないよね。ああ、いいっすね。それはやるとこだよね。やるとこっすね。自分から振りましたね。それが違ったら嫌だなと思って、うん、はい。しかもつい最近、ちょっと雨宮先生にそれを改良していただき、さらに強くなったんで。やばい。ねうんそじゃあっていうのが、こっから後々。鎧同士の要素も兼ねてる。あ、ちょっとそう、あどうなんですかね。保険入んなきゃダメですよ。スポーツ保険そうなんですまあそうやってどんどん強化されちゃってるわけじゃないですか。勝つの部分は勝つの部分はもう僕のあれですね、癒しの部分で癒しの部分そう、勝つはちょっと広げていきたいんですよ、これから、ね、あの広げていきたいっていうか、うん、僕もそれを学んでいきたいんで、うんうんはい、結構アクション俳優の特にミッキーちゃんと私喋ってると人を生かすっていう話をね、タクちゃんともそうですそうなんですすごいするんですよね。だから滑舌術の勝つって言ったら滑法ってイメージが僕の中であるから、はい、体調を良くするばっかりだと思ってたら、はい、この共演者とか出演者の存在を生かすとか人として生かすっていうそこまで広い概念なんですよ ね、うん、対戦相手をいかに生かせるか、うんうんはい、う適応深いね深いんですよ、うん、すごいちゃんとしてるって不振動は不振動これは深いですよ。そんなタクちゃんがちゃんとしないみたいな言い方やめてください。いやいやいやでもじゃあ今回の動画は一気に注意してもらいたいことなんですよ。これで要は1かける1はまあ1になっちゃうけど、まあそういう意味じゃなくて、こう相乗効果的な、はいはい、ね、すごくなりそうなわけじゃないですか。ウィーバー入って、でそのお互いの、ね、スキルが掛け算を起こして、でさらにアクションの俳優の幅も多分広がっちゃうと思うんですよ、みんな。タクかけるミッキーですね。で、それで、あるとこから目つけられるんじゃないか。で、これからこのタクミッキーでウィーバー盛り上がって、で有名になるわけじゃないですか。ね、で、映画とも出る。で、ほら。ミッキーさん、アメリカでも、はいはい、もしかしたら、ね、さらに活躍の場が広がるわけじゃないですか、はい、アメリカで広がる奴らが動くんじゃないかな。奴ら今まで大丈夫だったね。 FBI ですか CIA ですか。やばいかもしれない。やばいですね。やばい、ちょっとやばい勢力に目つけられるんじゃないかなっていう不安を僕は抱いてるんですよ、はい、今まで大丈夫だった。もう平和に行くと。カミソリ届いたらそういうのはないですか。あ、ない。やめてください。いい弁護士見つけておいてはいいんじゃないかな。ご紹介いただいた方がいいだよ、先生に。だってほら、ミッキー。ミッキー。ミッキーといえば。あ、そういうことですか。ミッキーの名前で有名になっちゃったらちょっと、それはちょっと、ね、相手が大きすぎますよ。そうですね。世界の世界の WD ですよ、ね。WD ですよ、ね。そう、WD です、ね。WD がちょっと黙ってないんだっていう。そういうこと。はい、そういうことですか。あ、WD に入れなくなる可能性あるよね。D さん俺大好きですから、ね、しょっちゅう、あの、はい、カリフォルニアでしょっちゅう行ってましたけど。LA なんでしょ。LA なんでしょ。今もう、読売ランドにしか聞こえなかった。読売ランドもいい。読売ランド綺麗ですよね。やね、だからほら、あのね、ソニー一番がソニー一番になってればあるから、ね。でも、あのミッキーはミッキーロックもいるんで。あ、そっか。ああ、そっか、そっか。あれ、ステルは同じ。一緒です、一緒です。あ、同じな。はい。あ、じゃあ大丈夫か。大丈夫です、ね。でも、ミッキーよく、あれだよね、メールくれたりするときの絵文字、本当にミッキーだったりする。大好きなんです。そっか、大ファンってことだよね。大ファン。そこもかけてるってことなんですね。そうです、そうです。はい。そっか、そっか。じゃあ大丈夫か。はい。でも、まあ、あの、もしかすると、ちょっとあるかもしれないんで、そこだけちょっと。それは今日ね、大好きな人からね、恨まれたくない。そうですね、もしそうだとしたら、名前何で解明しますか。あ、すごい。そういう、ミッキーこのがダメだと考えたことないでしょ。だからアメリカで、マッキーマジックの方がね。マジックのドナルド。ドナルド結局そっちじゃない。
ドナルド。ドナルド。すごいね。これ子供にやると受ける。それでどう一本取ったの？僕は何て言ってるでしょうっていうので。ただ、そう、これやっぱドナルドの声やられてる歴代のね、すごいなと思ったけど、ちゃんと日本語に聞こえるじゃないですか。あ、日本語バージョン、英語バージョンもそうですけど、言葉にできないですよ。言葉にいいですよ。昭和の、こんにちは。ほら、なんで、すごい、でもすごいな。今、こんにちはって最近言ってるから。普段ガチのディズニーファンということですね。いや、もうガチガチのファンですね。そうですね。あの16歳の頃東京に出てきて、あの祝日とかでボクシング休みで、で、あのトレーナーもキャンプとか行ってる日、唯一僕のオフに行ってたんですけど、行っちゃいましたもん、一人で。行っちゃいました、一人で。一人で。一人でチップとデールに会いたいって。チップとデールに会いたいって。その時まだ乗り物券があったところ？アフターファイブとかも出てたんですよね。あ、うん、多分、うん、まあ行き過ぎて分かんない。そうそうそう、そうなんですよ。そんなに好きなんだ、はい、年間パス持ってない。年間パスは憧れですよね。ね、もうなんか人気ぐらいだと思ってそうだよね。ユニバは年間パス持ってます。あ、そうなん、アメリカでね。アメリカの、はい、ミッキーでもあれなんじゃないの、夢はさ、うん、あのディズニーシーの方でさ、うん、あの噴水から出てきたらいいんじゃないの、ミッキーさん。あそこから出てきたのって、もう今までなんか矢沢さんと誰かしかいる。あ、またいるんですね。ミッキーマウスと矢沢永吉さんぐらいしかいなかったですね。じゃあ3人目がミッキー。3人目が北川先生。夢のコラボ。終わらせてまだ帰ってくるっていう。怖い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 。ちょっとそこ目指していただいて。まあ目指すのは自由です。そうですね。大事なことです。はい、大事です。じゃあディズニーランドの皆さん、オリエンタルランドの皆さん、この通り、小川道さんは、ガチのミッキーファン、ディズニーファンですので、同じ名前だからといって、あの、潰したりせず、どうか温かく見守ってあげてください。はい、お願いします。よろしくお願いします。で、最後までご視聴いただき、ありがとうございます。これで終わる。はい。すごい。はい。速報で。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。